そうしましたらお時間になりましたので、はい、えっと始めたいと思います。皆さん、徐々に参加は増えてくると思われますので、はい、最初、ちょっと事務連絡をさせていただきます。えっと、本日司会を務めます、医科研究所の寺尾でございます、えっと。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今回で第5回となりますかね、徐々にあの一歩ずつ階段を積み上げていく感じが 私も勉強させてもらってるんですけれども、えっと、残すところあと2回ですかね今日入れてなのであの貴重な回でございますでまたですねこの放送は、えー、アーカイブもして後日配信もいたしますので、まあ、もしかしたら皆さんアーカイブであの配信されることをあのもうご理解いただいていて <laughs> そちらでライブじゃなくても いいやという方もおられるかもしれませんが、お昼休みの学びの時間ということで、まあ、ラジオ感覚で聴けるという企画で進めてきましたけれども、あの本日もまたあの吉川先生にご登壇いただきたいと思います。えっと、第5回、医療機器製品開発のコツ2ということで、吉川先生、お願いできますでしょうか。はい えでは皆さんよろしくお願いいたします。えっ、ー、とさっきチャットでですね、あの大分県の方からですね、今日は介護の日ですよという情報をいただきましてですね、あのそういう日にこういうお話ができるってすごくいいなと思ってます。で、えー、今日のスライドの背景なんですけど、これアユですよね。えー、今とっても美味しい時期で、えー、これが。 恋しくてしょうがないんですけれども、ことしはです、ね、オープンエアで、えー、開催されるというような話を聞きましてです、ね、やっぱりコロナっていろんなところに影響してるんだなということが分かります。 でえー、こうしたあのみんなで愛を食べながらです、ね、いろんなことを考えていくっていうのは本当はすごくいいきっかけを作るものなんだろうなっていうふうふに思ってるんですが、まあ、そういうその人が集まるところっていうのが今後どうなるのでしょうといったことも考えなければなりませんね。 はい。では、えー、これから始めさせていただきたいと思います。えーまあ、職場に流れるラジオのイメージでですね、お昼の学びっていうことを続けております。で今回第5回ですで。前回の振り返りをしたいと思いますで。前回なんですけれども、実はその実践編に変わりました。あスライドの,あの一歩進めていただけますか。でまあ、実践編が始まりました。事例も出てくるようになりました。 でえー、開発のポイントはニーズをよく見つめる、ニーズがあるからいいという話ではなくて、もっと向こうを見なきゃいけないし、役に立つにはユーザー目線が必要ですよと、でそして、えー、薬基本の中にある基本要件基準を利用してチェックしていくことも大事ですよというような、コツの話をしました。で、開発をしていくとです、ね、必ず皆さんがぶつかる問題が、それを評価しないといけないんですね。 で、評価をするということと、手続きというものについて、今日はフォーカスを当てたいと思います。 次のスライドお願いします。でまあ、アンケート、えー、皆さんからお答えいただいております。どうもありがとうございます。まあ、大変励みになりますので、あのー、本当に嬉しく思っております。でそこでですね、えー、ニーズの見つめ方だとか参入の検討について、えー、ヒントがありましたという嬉しいお声をいただきました。でえー、それれを踏まえてですね、これからジバの皆さんが成長して 出るように発展していけるように、できるだけ地場の方が交流できるようなところを、まあ、この番組の中でもキットしていきたいなと思っています。まあ、これをきっかけにコラボがあってもいいかなっていう風に思ってます。で、まあ、あのチャットを使っていただいたり、q&a を使っていただいたり、こういうネットならではの使い方も皆さんに頑張っていただければなと思います。というのは今後展示会が。 あオンラインになっていくことがとても増えるんですね。そうなった時に、こういう機能をうまく使っていくっていうのは、とてもいい経験になると思います。はい、次お願いします。で、えー、これから本題です。で、今回もですね、役に立つということを中心に話を進めるんですけれども、手続きの仕組みとコツっていうことが今回のテーマです。で、えー、次のスライドお願いします。 はいで。その手続きっていうのは一体何なんだろうということを考えるんですが、えー、医療製品の開発において言うとですね、手続きを意識しすぎると何もできなくなるんですよ。やっぱり手続きでしかありません。でも、本当はニーズを見つめていっていいものを作っていったんだけれども、市場に出そうとしたら、 薬機法上の医療機器ならば、手続きをしなければ製造販売ができないということがあります。手続きしただけでは、実は役に立つとは限りませんえ、そういうもの結構多いんですね。で、この手続きしただけでは役に立つとは限らない。この間に何があるんだろう。手続きって何っていうような話をしたいと思います。はい、次お願いします。で、何のためにあるの？の そんな面倒なものっていうような意見も当然あるんですけども、えー、第1回で出てきたお話ですが薬器法の目的は保健衛生の向上のためにあるんですよとでそのための手段の一つとして品質や安全性有効性、有用性の確保をしますというのがあるんですね。で本当に確保できてるのということをチェックするために手続きをしていただいて確認をする。 ととということがとっても大事なんですねだから手続きあるんですけれども、でも手続きをしたところで、それが審査が遅かったらということがありますので、やはり合理性が必要です、ちゃんと審査をするということはとても大事なんですけれども、合理的な審査をしていく、また手続きをする人に必要以上の負担をかけるのもいいことではありませんよね。 ですので、えー、片通りのように、えー、人と人ってやっていくのではなくて必要な時には、えー、ハイウェイを用意しましょうとか、まああのー、今回の厄介法改正はそういうところにすごく力が入れられていますので第六回ではその辺の話をしたいと思いますはい、次のスライドお願いしますで、その合理性の話なんですけどもこれ、あのー、今までに出てきたスライドですけれどもリスクが高いもの リスクが低いものでで手続きののレベルが違うんですねリスクの高いものは承認が必要で、リスクの低いものは届け出でいいですよとで、そして必要となる製造販売業の種類も違いますよというふうにメリハリがあるわけです。でこのメリハリがあることで、合理性を保っています。まあ、手続きの中にこんな仕掛けがあるんですね。はい、次お願いします じゃあそこで製造販売できるようにするためにステップをちょっとと考えてみたいと思い思ますで手続きまでのステップなんですけどもまずどんな医療機器にも、えー、適用される基本要件基準というものをまずチェックします。でえー、この基本要件基準については今までにもう1回お話をしているんですがまずそんなものがあるということを理解していただければと思います。 でその時に個別要件、それぞれの医療機器に必要なものが、JIS だとか ISO だとかで決められてるんですね。まあ、そういうものを確認をし、またガイダンスやガイドラインが出てるものがありますので、そういうものでチェックをしていきます。でそしてで、実際に品質を確保していくためには、QM s ク、オリティマネージメントシステム、品質のシステムをちゃんと用意し、そして業態も整備します。 でそこにはですね、市販後の安全ということも考えていかなければならないわけですで。こうやってステップバイステップで用意していくんですね。どこかができたから次いくかって言って実はあのウォーターフォールよりは実はアジャイルの方がいいです。えー、途中で、えー、先を見越していくというこんな考え方もとても大事です。す。はい、次お願いいい次おお願たしししままそここでちょっとと基本要件のとこ少しおさらいをします。 どんな医療機器にもまあ適用するものということにはなっているんですが安全性と有用性、まあ、これはあの薬基法の中にも出てきますよねでこういうバランスをとりましょうというのがあるんですが、まあ、誰がどこで使ってそれには知識、経験がありますというようなことについてちゃんとチェックしようねということが基本要件基準の最初の方に出てくるんですね。でですが基基本要件基準というのははそれだけではなくって 後ろにチェックポイントがいっぱい並んでいるんですそのチェックポイントで当てはまる、当てはまらない当てはまるものであればあそこを守っているかどうかをチェックしましょうという仕組みになっています。ですので基本要件基準ってとっても大事なものだというふうにまずは覚えておいてください。はい、いい次お願いいたしますでそして製造販売をしていくために手続きをするわけですよね。 で、この手続きをするときに、えー、実は構成がこんな風になっています。まず品目に関する手続き、いわゆる承認申請だとか、それから、えー、認証基準があれば認証の申請をします。で、クラスの低いもの、まあリスクの応じた手続きですから、 えー、クラス1のものだったら届け出でいいですよっていうふうにもなったりもするんですね。これ品目の手続き、えー、それからですね、品質の確認これって結構大事なんですね。えー、一発勝負で何かできて万歳ってことは決してありませんやはり継続して良いものを現場に送り届けていくという考え方がとっても大事なんですね。で ですので、クオリティマネジメントシステムがちゃんと動いているかどうか動かせる状態になるのかといったことが特にリスクの高いものについては調査が行われます。でそして、業態がありますということについても、まあ、手続きが必要なんですね。製造業の登録、えー、製造販売業の許可、でここにはです、ねえー、市販後安全に関することも考えていかなければなりません。 販売、対応、修理といった業態も手続きとしては必要になります。まあ、こんな構成でできているというふうに理解してください。はい、次お願いしますでじゃあ、開発をしていくときにはどうしても評価って関わってきますよね。でそれって医療に限らずどんなものにも出てくると思うんですけれども、医療製品、特に医療機器についてはどうなっているかという話をしたいと思います。 でえー、製造販売のための承認申請であったり、えー、それから認証申請であったりするときには,実は申請書と添付資料を使います。えー、届け出の場合はですね、えー、申請書ではなくて届け出書という形になるんですが、えー、添付資料についてはそんなにたくさん必要はないんですねこれはリスクが低いからですですが認証や承認の場合は申請書と添付資料を使います。 申請書って何っていうのなりますと申請書っていうのはこういうものを申請しますよっていうことで品目の特定をしますそして私申請しますっていうことなんですねで、えー、そして添付資料というのは、えー、開発の経緯と妥当性検証がメインで、まあ、あとあの製造場所の情報だとか、まあ、そういったところもいろいろ書くわけなんですが、まあ、どっちかというとデ、ね、ータの塊である妥当性検証 いわゆる評価ですよねそれと開発の経緯、これはどういうコンセプトのものなんですよ、なんでそういうコンセプトが出てきたかっていう話を書きます。つまり、今までニーズの話しましたよねで、ニーズの後に出てくるコンセプトというものをどう書き表していくかということはとても大事だし、そのコンセプトに沿ってものができているかといったことを評価するわけなんですね。 でその評価の方法として、えー、基本要件基準に合ってますかとか、えー、個別の要件に合ってますかということを示しますし、安全性情報についてもこれまとめていくわけですで。こういうような評価をした結果をまとめたもの、そして申請の意思が書かれているもの、こういうものですよってはっきりしているものを見て、えー、ここに絵で書いてあるとおりですね。 えー、まあ虫眼鏡でじっと見るように審査をするわけなんですね審査をする人はこれが合ってるかどうかって言ったことをおまあ冷静に審査をしていくっていうことが大事なんですねはい、次お願いいたしますじゃあその評価なんですけどみんながバラバラにやってたら効率悪いですよねですから企画基準というものを利用します GIS であったり ISO であったりガイダンスやガイドラインなんですけれども そういうものは BMDA のまとめページなどを利用すれば、えー、調べることができますはい、次お願いしますで、こういう企画基準の話をしますとですねなんか難しい規制っていうのが思われがちなんですけど実はそういうことじゃなくて共有するものさしで、えー、目安がわかるから効率化できますよで、それはストラテジーとして使えますよということなんですねですのでガイダンスガイドラインといったものについても ぜひ、えー、活用していただきたいと思います。はい、次お願いします。で、えー、だけど、企画基準に合ってればいいかというと、一発勝負ではダメなんですね。やっぱり続けられるかという問題があります。ですので、品質のマネジメントシステムをちゃんと作り上げてますかということはとっても大事です。でそして、製造販売業として、 ちゃんと責任者がいますかとか、それからあの市販後安全をちゃんと見ておきましょうというようなことができますかっていったことが製造販売業になるための要件としてえとても大事なんですねで。これはね、現場が待ち続けてるんですよ。そして使いたい時に使えるようにするっていうことのとっても大事な仕組みです。 えー、そういった業態なんですけれども、製造販売業だけではあ、やはり市場に出すだけの部分でしかありませんから、えー、品物についてはできないわけなんですね。どこかで製造業があり、どこかにサプライヤーさんがいるんですね。で、えー、サプライヤー様製造業を登録しなくても大丈夫なことが多いんですけれども、その先の人が何をしているのかっていったことに、ね、ぜひ関心を持ってほしいと思います。 でですので皆さんは流れのどこにいますかっていったことを考えてその先の人が何をしているかっ言いったことにも、えー、関心を持ってほしいと思いいいまますすはい、次お願いしますでそうしますとその業態の整備とそれから経験というのが実はとても大事だと分かってくると思うんですが最近の傾向なんですけどもできるだけ早く事業化することを求めることが増えております。 で特にですね、このコロナの話で出てくるともう感染症拡大っていう問題が出てきてるのでできるだけ早くっていうのを目の当たりにしますよね。でまあ、事業化のスピードを考えますとですね、まあ、製造業は登録ではよくはなったんですけどやっぱ準備って必要なんですね。えー、品質マネジメントシステムの一翼を担うという準備が必要です。 でまあ、業態があるという強みだとか、それから業態を支えている強みっていうのは非常に重要で、えー、何か持ってますっていうことは、えー、まずあの一つの評価で,すで、そしてそれをちゃんと運営しているっていうことも大事な評価で、経験が豊富であるといったことがとっても大事なんですね、サプライヤーさんとして経験が豊富っていうのも、これもとっても重要なんですよ、先ほど分かってらっしゃるから。 っていうことがあるんですねもちろんあの製造ハンバーグだとか製造業だとかっていうことありますっていうのも強いんですよね。はい、い次お願いします、えー、前回ですね、えー、ニーズの話の後にオンライン展示会の話っていうのでこのスライド出したと思うんですけども見てもらえる展示か後につながるって行動が取れるかって大事なんですね。 でまあ、こういうつながりをうまく作っていくってことはとても大事なんですけども後につながるっていったときにやっぱり業態や経験ていうのは非常に重要なファクターになります。はい、い次お願いしますでそこでそういう展示会でぜひ皆さんに気をつけてほしいことをお話したいと思うんですけども、えー、展覧会ってあのなんかリスト書きますよね出展者企業一覧みたいな。 でそこには企業名とタイトルが示されているんですよ。これこれをする企業ですとかまるの事業についての説明しますと書きますよねで、えー。多くの場合はそれを見て見るかっていうふうに、まあ、決めてるわけなんですね。だからタイトルって結構大事なんですね。でシンプルで分かりやすいタイトル。まあもうド直球でもいいと思いますよ。えー、伝わりやすいシンプルなもの。 でそしてですね、今、売りたいものを書いてあるの大事なんですね。何でもできますって書いちゃうと、うん、何ができるんだろう,う,んだろうという思いますのでこれがやりたいというのははっきり書いた方がいいと思います。で、えー、そのタイトル、とても大事なんですけどもそうやってキャッチをした後に本文というかプレゼンテーションの内容でぜひ業態があるとかないとか経験があるとかないとかそういった相手があ ここと話をしてみようっていう判断の目安を入れるようにしてください。えもちろんですね、えー、守秘義務があるでしょうから、どこそこの会社のこれやりましたなんて書けないと思うんですけども、そういうことよりは、こういう技術を使ったことがありますとか、えー、こういう部品について経験がありますって言ったことを 端的に書いておれば、後で進めながら、まあ、あの、調整していけばいいかなというふうに思います。はい、次お願いします。で、まあ、今日のお話なんですけども、えー、今日はですね、開発と薬器法の準備をリンクしましょうということが、えー、主題にあります、えー。第1回、第2回、第3回で出てきたことの振り返りなんですね。えー、法規制についてお話をしました。それをどうやって組み上げていくか。 という話が中心です、えー、基本要件基準で全部チェックをし、えー、個別の内容は大丈夫かなということを確認をし、えー、そしてですね、業態の整備をしながらあちゃんと送っていきましょうということになりますで、まあ、生存販売をするためには3つの構成がありますよっていうそのチェックポイントを必ず考えておいてください、えー、そしてですね、えー、そのために業態を整備したあるいはこれまでにも 整備しておりましたということであれば展示会でも説明するなど何か経験や業態はうまく利用してください、えー、自分たちはサプライヤーだけど製造販売業さんにあるいは製造業さんとつながりがありますということもとても大事なチャームポイントになると思います。まあ取ったこともね 有効活用してほしいと思います。で、まあ次回もよろしくお願いいたします。で、次回はですね、これも本当にオリジナルでめっちゃライブな話になるんですけども、えー、これからの医療を見つめてっていう話をします。で、薬法改正ですっごくあの価値観変わってる部分があって、えー、それを皆さんにお話したいなと思ってます。えー、ですので、次回はワクワクして、えー、楽しみにしておいてください、えー。登壇いただける方もいらっしゃるということになっております。 えー、そしてですね、えー、質問だとかあのご感想だとか、えーまあ、ご要望なんかについてもですね、えー、皆さんにあのぜひぜひ、えー、アンケートでお寄せいただければと思います。と、まあ、ういうふうに出してくださいましたとですと、ねえー、私もあの非常に励みになりますし、えー、皆さんに、えー、あこういうものを届ければいいんだなということがはっきりしますので、えー、非常に嬉しく思います。はい。 えー、では、ですね11月25日、えー、12時からまたあオンラインでお目にかかりたいと思います。もちろんアーカイブをですね繰り返して見ていただいて、えー、そして、えー、後でお届けしようと思ってますけれども大事なスライド集、まあ、そういったものも活用しながら皆さんの学びを深めて、えー、ぜひ活動してください。はいいいどどううううももあありりががととごござざままししたた、はい、吉川先生 えっと、残り18分ぐらいございますので、ちょっと私の方から先ほどオンラインの展示商談という話もございましたので、今まさにあの参加企業募集中の,あの宮崎県様、延岡市様の企画がございまして、そちらのご紹介をしつつ、あの質問ある方はその時間にでもチャットで打ち込んでいただければと思います。ちょっと私の方で資料を共有させていただきます。 すでにご案内のことかと存じますが、えーと、宮崎県北部医療関連産業振興等協議会ではです、ね、11月30日から12月18日にかけて、オンラインの商談会を、えー、予定、企画してございます。でえー 皆様方にはですね、まあ、商談、オンラインでの商談というのがメインでございますけれども、まあ、イメージはですね、本日のように、ズームを使って、まあ、皆様方のお客様となり得る医療機器メーカーさん、あるいは医療機器のディーラーさん、あるいは製造業の方になるのかもしれないんですけれども、まあ、とにかく自分たちのお客さんとオンラインで、えー、商談をするという企画でございます。で商談といってもですね、 まあよくあるのがあのこう、何を作ればいいのか分かれば、えー、自分たちのほうでものづくりができるんだというふうにおっしゃる方がいらっしゃって、おそらく皆さん、ですねいわゆる要求仕様みたいなものが、別に医療に限らず、こういうものを作ってほしいというものがあった上で、それを作るということは得意とされているかと思いますけれども、 この商談会の位置づけとしては、今あのお伝えしたような、いわゆる要求仕様が出て、こういうものを作ってほしいっていうような話は、この図でいうところの、どちらかというと、営業のフェーズでいうと結構後半部分で、具体の話の方になります。で、えっと、今回の商談会は、 営業の初期段階で、えっと、自分たちがまだ誰がお客さんなのかわからない、あるいは医療分野で自分たちの強みがどこにあるのかまだわからないといったような方を主,主な対象としてございましてで、そのための支援を私たちはさせていただくというような位置づけです。でもちろんですね、 あの商談のな内容によっては、先ほど申し上げたような具体の案件でこういうことを作れないっていう話は出るかもしれないんですけれども、それは、えっと、すごい、あのえっと、ハッピーな状態で、で、まあ、その話が出たら、それで全然進めていただいて結構なんですけれども、100%それが出るかというと、どちらかというと、あの、 その前の方の話の方が企画寄りの話、製造で使用を詰めるというよりは企画寄りの話をする傾向の方が強いあの商談となっています。逆に言うと、まだですね、これから医療に参入しようとかあの、ちょっと参入しようと思ったけれども、自分たちのマーケティングしてみてどこがお客さんなのか、ちょっとまだ見えていないんだっていうような企業さんにとってみたら非常に有効なイベントになると思います。で、えっと、 そのためにですね、何をするのかって、本日の吉川先生のご講演でもありましたけれども、シンプルでわかりやすいキャッチコピーですね。で、自分たちが何ができるのかっていうことに関して、あの例えばですけれども、えー、とこういうあの写真のリストっていうふうに呼ばせていただいてますが、自分たちの特徴を端的に表した。 営業のツールですね、こういうものをご,ご準備いただきます。で、これ、何のために使うかっていうと、先ほどのこちらの,その顧客を、私たち事務局コーディネーターがですね、えーと、まず最初にお客さんに伝える、お客さんの候補となる方々に伝えるものとして、これを使っています。で えっと、写真であの自社の特徴を表すようなものをいただくわけなんですけれども、こちらをいただきましたら、今回オンラインでして、この写真のリストを広くします拡散します。で、商、えっと、談フォームというものも、あのウェブ上にフォームを作っておいて、私たちは、 あの医療機メーカー、ディーラーさんのネットワークがあるんですけれども、そこにまず周知し、でさらに個別の企業に対して、えっと、絞り込んだ形で1社ずつあの商談を調整していき、まあ、皆様にオンラインで商談をしていただくという流れとなっております。なのの…で、えっと、商談のその 調整段階でですね、すべてを伝えることは当然できないですし、その11月から12月にかけての商談で、まあ、あの1商談30分と予定しておるんですが、その間にすべてを伝えることはできませんで、あくまでその後に繋がるような、えー、きっかけとして使っていただくという位置づけです。で、それに加えて、えー、と写真のリストだけでは当然伝えきれないということ。で、 ましてや今回、オンラインで開催しますので、画面で共有しながら自分たちのプレゼンテーションをするという方が、えー、効率的でございまして、まあ、そういうためのスライドですね、まあ、何を共有しても良いのですが、まあ、例えばこういうパワーポイントのスライド1枚作って、そちらで、えー、プレゼンテーションあの、会社紹介なんかをしていただくということも、 まあこういうツールの作成支援というのも私たちさせていただいております。もちろんこの写真のリストと、えー、スライド資料というのは営業ツールの一環ですので、どちらかと,いうと写真のツールがサマリーでこちらが詳細のような形で、これでさらにもう少し細かい話をしたいとなった場合に、じゃあこの案件について話をしませんかといったような流れで、 ゆくゆくは見積もり、受注とつながっていくという流れになっております。で、もう一つですね、あのオンラインのセミナーというものも、あの11月あ12月に2回、医療者の方に、まあ、今回の吉川先生のような形であのご講演いただきます。で、これもですね、えっと、セミナーは医療機器メーカーが聞きますので、CM みたいな形で、 例えば1社10秒ずつぐらいのスライ、先ほどのスライドでもいいんですけれども、各社さんに参加企業の皆さんにスライドを作っていただいて、無理やり視聴者にあの見ていただきます、まあ。無理やりというのは語弊があるんですけれども、40分のその公演の中で、20分公演していただいて、5分休憩を取り、さらにまた20分という間に挟んでですね、本当に CM のような形で、 あの印象付けてもらいます。でまさに吉川先生、今日おっしゃったキャッチコピーですね。ここでいいキャッチコピーを使っておけば、記憶に残ると思いますので、その後、私たちコーディネーターが、関心ございませんかというような形で、商談の調整につなげます。なので、この本来の目的はセミナーではなくて、商談の調整としてのセミナーでございますので、ここでの CM を使いながら、私たちが皆様の,あのビジネスに役に立てるような、えー 調整コーーーディネータ動き方をするとというところです、す今まではですね、リアルで集まる、まあ、こういう絵が昨年度までは非常にありがたい写真だったんですけれども、この時代にこれを見ると、逆にこれであの残念な、<laughs> 本当はいい、ビジネス的にはいいんですけれども、ちょっとこういう状態がもう作れませんで、あのオンラインでできるだけ、あできることを 逆にオンラインで今までできなかったこともあのするイベントとしていきたいと思いますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。ちょっと長くなってしまいましたけれども、ご紹介でございました。はい。5分以上話してしまいましたけれども、質問もないようですね。吉川先生。 オンラインだからこそ参加できる企業さんもいらっしゃるのでそういうチャンスはぜひ、はい、活用してほしいと思いますでそしてですね、はい、自分がコーディネーターとして言うとやっぱりいいキャッチコピー持たれている方ってずっとは覚えているんですよあここ足りないわあ,あの企業さんいたからあそこ、声かけてみようとかねそういうの思うんですよね。 なので、あのー、キャッチコピーってすごく大事です。で、そしてね、やっぱり写真もすごく大事ですね。写真はいいの、ぜひと思います。はい。はい。それでは。ありがとうございます。ちょうど。ちょっと過ぎてしまいましたけれども、本日はじゃあ、これで。また。二週間後にお会いしましょう。ぜひ。応援。そうですね。次回はめちゃめちゃ濃い内容になると思います。はい 予想では絶対できないです、すですあの内容は。なので、<laughs> あのごクワクして楽しみにしておいてください。はい、はい。じゃあ、楽しみにしてお待ちしております。それでは、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、失礼します。